皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪の、和みカフェに、お邪魔します。モーニングは、午前7時から営業しています。モーニングサービスは、愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は、昭和30年代前半。朝のサービスとして、コーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな？目的地は右側にあります。駐車場はお店の前にあります。営業時間は午前7時から14時までです。定休日は火曜日と第3月曜日です。お店はこじんまりとした綺麗なお店です。モーニングサービスは午前7時から午前11時までです。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは A から C までの3種類です。S のフレンチトーストはプラス200円です。A から C のモーニングをもう少し詳しく見ていきます。画面を少し動かします。A のトーストですが、バター、ジャム、小倉の中から選びます。画面を少し動かします。B のサンドウィッチですが、ハムか小倉のどちらかを選びます。C は和みモーニングです。以上の3種類のモーニングがドリンク代のみで提供されます。こちらのモーニングセットは C の和みモーニングです。こちらのドリンクはホットコーヒー。こちらはカフェオレをお願いしました。皆さん、このモーニングセットがドリンク代のみで提供されるモーニングです。すごいボリュームのモーニングです。嬉しいです。トーストの中をくり抜いて、そのトーストの中にサラダなどが入っています。なんと、おしゃれなモーニングですね。ドリンクはホットコーヒーとカフェオレをお願いしました。どちらも450円でしたので、このモーニングセットはドリンク代のみの450円です。ドリンク代のみの450円でこのボリュームです。すごいですね。トーストを器代わりなんておしゃれですよね。こんなおしゃれなモーニングは初めてです。上から見るとこんな感じです。どんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。まず最初にトーストから順番に見ていきます。このトーストは右のトーストをくり抜いた中のパンみたいです。次ですが、次はトーストの右のトーストをくり抜いた中を見ていきます。くり抜いた中にはマカロニ、トマト、サラダ、焼きそば、キュウリ、ゆで卵が入っています。最後にトーストの耳です。画面を少し動かします。画面の左にあるのがスープです。右はホットコーヒーです。食パンの中をくり抜き、お皿に見立て、その中にマカロニ、トマト、野菜サラダ、焼きそば、キュウリ、ゆで卵がぎっちりと入ってます。綺麗な感じで
かわいいですね。こんなおしゃれなモーニングは初めてです。サラダに人参ドレッシング、ごまドレッシングをかけました。食パンの中をくり抜き、お皿に見立て、その中にマカロニ、トマト、野菜サラダ、焼きそば、キュウリ、ゆで卵がぎっちりと入ってます。綺麗な感じで可愛いですね。マカロニの中にハムとコーンなどが入っています。嬉しいです。サラダにはトマト、コーン、レタスなどが入っています。また美味しいごまドレッシングがかけてあります。食パンの中をくり抜き、お皿に見立て、その中にマカロニ、トマト、野菜サラダ、焼きそば、キュウリ、ゆで卵がぎっちりと入ってます。綺麗な感じで可愛いですね。こんなおしゃれなモーニングは初めてです。バタートーストは厚切りで、表面というか外はパリパリで美味しいバタートーストです。ミネストローネには野菜の具がたくさん入っていて、トマト味で美味しいミネストローネです。ミネストローネは具沢山のスープという意味で、イタリアの野菜スープです。イタリアでは使う野菜も季節や地方によって様々であり、決まったレシピはなく、田舎の家庭料理です。コロンブスによってトマトが持ち込まれるまではトマトを入れていなかったみたいです。材料には玉ねぎ、じゃがいも、人参、キャベツ、セロリ、ズッキーニなどが用いられるみたいです。またベーコン、パスタ、ショートパスタやカペティーニを短く折ったものや、米を入れることも多いみたいです。食パンの中をくり抜き、お皿に見立てた食パンの耳を食べるときに、食パンの耳をミネストローネのスープにつけて食べたら、食パンの耳が柔らかくなって美味しい食パンの耳になりました。スープにパンを浸して食べるのはマナー違反と言われますが、パン窯が村に一つしかなかったような時代には、パンは毎日焼くものではありませんでした。大きくしっかりと焼き上げたパンは日を追うごとに固くなり、そのまま食べるのは至難の業。切ったパンは肉や野菜を煮込んだ汁をかけて柔らかくしてから、お粥のようにして食べていたそうです。これがスープの原型みたいです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみの450円で、食パンの中をくり抜き、お皿に見立て、その中にマカロニ、トマト、野菜サラダ、焼きそば、キュウリ、ゆで卵がぎっちりと入ってます。こんなおしゃれなモーニングは初めてです。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。